ニューヨークはですね、まあ、皆さんご存知のようにビッグアップルということで文化の中心地なんですけど、本当にすごいんですよ。ニューヨークの凄さって皆さんちゃんと分かってらっしゃいますかね。まあクラシックでいうとメトロポリタンオペラっていうのがあるんですけども、ポピュラーミュージックだとアポロシアターっていうのがあって、これがまあすごいんですよ。サミー・デイビス・ジュニアとかジェームズ・ブラウンだとかですね、そうそう多分メンバーがここから旅立っていったんですけども、まあ音楽の一大中心地で、そしてアメリカの三大ネットワークがニューヨークに収録拠点を持っていて、ニューヨークタイムズ、ニューヨーカー、これらのメディアがですね、ほとんど世界の文化的な価値を決めるラスボスみたいな存在になってるんですよ。ですから例えば村上春樹さんがノーベル文学賞の候補にずっとなってますけども、春樹村上がすごい小説家だということを最終的に決めてるのは実はニューヨークの人たちなんですね。それぐらいニューヨークというのは世界の文化の発信地ですごいところなんです。残念ながらね、東京も頑張ってるんですけど、そこにまだ対抗できてないんですね。そのニューヨーク、なんでこんなに文化が集まってんだろうと訪れるたびに思うんですけども、例えばメトロポリタンミュージアムって普通の日本の博物館の3個分とか4個分の展覧会やってるイメージなんですよ。これを可能にしているのが実は富の集積なんですね。まあアメリカというのは本当に豊かな国です。その中でもニューヨークは、まあ、金融とか他の産業を通してお金が集まってきて、そのお金をうまく使うことによってね、まあ、音楽そして芸術文学さまざまな文化を生み出してるんですけども、このニューヨークをやっぱり関心を持って見続けることが我々日本人にとっても大きなヒントになるんじゃないでしょうか。これからの東京の課題はね、まあ、日本もそれなりに豊かになってるんですけど、じゃあどうやって文化の発信に結びつけていくか、それがこの番組のテーマでもあるんですけども、ニューヨークはそういう意味で言うとラスボスです。ニューヨークラスボスです。ぜひ皆さんこのことを覚えておいてください。クリエイタアとそのユカイな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。この番組はマンスリーゲストとしてクリエイターをお招きし、アイデアの源とそこから広がる愉快な仲間たちとの世界を紐解きます。誰でもみんなクリエイターになれる、そのためのヒントを発見する番組です。この番組はエイブル清水建設の提供でお送りいたします。トナちゃんってカラオケ行くんですか？カラオケにはあんまり行かないですね。歌とか音楽は好きなんですけど。カラオケ反対派？いや、そんなことはないです。ただあんまり友達がいないっていう感じでしたね。何をキャラクターにしようと思って。僕はね、カラオケって尾崎ですよ。尾崎。ああ、そうなんですね。結構意外ですね。そんなことないよ。なんで？そうですか。なんか僕といえば尾崎って感じするじゃん。しないか。しない。初めてなんかその感覚は。まあまあ、そんなところでね、今月も素敵なクリエイターのゲストをお招きしているのでご紹介させていただきます。なんとニューヨークアポロシアターのアマチュアナイトに挑戦、日本人歌手初の年間チャンピオンに輝いたシンガーソングライターの高橋あずみさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっと待って、これすごいことって。すごいことですよね。すごいことですよね。なんですかね、まあ、歴史的な賞ではあるので、国民栄誉賞ものですよね。本当ですよね。今日はね、いろいろお話を伺う前に、まずはということで高橋さんの見事な実績をご覧ください。 Our next contestant, female vocalist coming all the way from Japan. I need more energy, I need more energy for Sumi Takahashi.これ何年前くらいですか？これ2019年ですか？2年前かな。2年前か。はい。いきなり始まるんですね。
申し訳ないんですけれども緊張はしないんですか、ああいった場面では。時と場合によりますけど、これ一番最初に私がアポロシアターで立ったステージなんですけど、はい、この時はもう私にとって憧れのステージだったので、もうなんか無でしたね。え、これ一番最初なんですか。あ、そうなんです。うわぁ、どういう風に、はい、すごいな。今だってこうやって録音で聞いててもこんなに心が震えんだから、これ生で聞いてたらうわーって大号泣もんですよね。なんかもう今すでに結構余韻で割と、ね、ありがとうございます、はい。アマチュアナイトっていうものはそもそも一体どんなものなんですか。アマチュアナイトはもう本当それこそ歴史的なショーで、もうマイケル・ジャクソンとかスティービー・ワンダーとかジェームズ・ブラウン、ジェームズ・ブラウン、とんでもない、まあ、サミー・デイビス・ジュニア、だからアマチュアナイトって名前がちょっと油断させますよね。確かにアマチュアなんだって、そうですね、これ違うのよ、うん、だからオーディションだよね。そうですね、だからやっぱ登竜門的なあのショーになるんですけど、うん、あのパフォーマンスは自由で、例えば歌う人もいればダンスでパフォーマンスする人もいる、表現するコメディアンなんかも、ね、コメディアンもありますね。そうなんですね。で、まあ、一応コンペティション大会なので、うんうん、例えば9組出たら9組中の要は順位を決めていくんです。でそのトップ3か、まあ、トップ4までの人に残れたら次のステージ、もし全部勝ち抜きいけたら全部で4回まで、4回か、はい、年間チャンピオンを4回目で決めるっていう。そしてあれですよね、あの例の人、そうブーが出るとこの、ね、出てくるんでしょ。だからパフォーマンス中にいいパフォーマンスができていたらお客さんはもうヒヤーとかもう立ち始めてもっといけみたいな感じで、でもんーちょっとなーって誰かが思い始めるとどこからかブーイングが始まるんですよ。始まってでそのブーメーターがあってそれがある程度超えると、そうちょっとタップダンサーみたいな人とか、あの警官に扮装した人がステージから出てきて、はい終わり終わり終わりって言って、はい、エクスキューショナーっていう、やだ強制終了みたいな。そうなんですよ。そんな辛い。でちなみにカモン達夫さんは強制終了だったらしい。あ、そうなんですね。カモン達夫さん残念だったね。とんでもない多分プレッシャーもあると思うんですけど、大変だったこととかありますか。うん、ニューヨークと日本の行き来がすごい大変でした。遠いもんね。はい、そのショーがあるたびに行ったり来たりっていう。そうですよね。ずっと滞在はしてできないずに、うん、まあ、私もそのアマチュアナイトに出てるものの、まあ、その別でお仕事とかその音楽の仕事をしてて、ね、ちょうど忙しい時期だったんですよ。だからほぼ毎日歌ってる中で、うん、じゃあ歌い終わってニューヨーク行ってすぐ歌ってみたいなのが続いた時があって、その時はやっぱり喉とか体調はあんまり万全ではなかったけど、うん、で
でもやっぱ人はピンチが起きた時って何か力を発揮するなっていうのをそこで、うん、なんかこう実感をしましたね。いや今話聞いてたらますます俺高橋さんすげえなと、あの俺のね友達にも、あの例えば村本なんかは、うん、馬なしはあのオープンマイクって言って、あの向こうのコメディークラブ行ってやってきてるんですよ、はい、あそう、まあ、村本さんの場合はまだあのオープンマイク行ってちょっとやって帰ってくるぐらいなんだけど、高橋さんって例えて言うと日本で野球やってる人がちょっと大リーグの試合出てくるわって言って行って満塁ホームラン打って帰ってくるみたいな、とんでもない、てかありえない、ありえないですね、としてありえないっていうか、どういうことっていうか、自分でとんでもないと思いませんまあね、なんか漫画の主人公みたいな本当ですね、どういうこと、私は必死なので、うん、あのやるしかないみたいな、別次元ですもんね、だってもうニューヨークにちょっと住んで慣らしてからやろうかなとかいう感じもなかったんですか。いやいや本当はやりたかったんですけど、うんうん、そのもう仕事がどうにもなんなくて、じゃあもう歌ってからこのまま勢いでみたいな、うん、やっぱありえないわ、あ日本も手放したくないですもんね、意味わかんないです、意味わかんないですか。ブロードウェイあたりの地下鉄で、安住ちょっとせっかくだから歌わせてもらおう今更になるんですけれども、はい、改めて、はい、あの高橋安住さんのプロフィールをご紹介させていただきます、はい。高橋あずみさんは長野県乗鞍高原のご出身です。標高1600メートルあるご実家で大自然に囲まれて育ちました。そして音楽学校を卒業後すぐにドリカムをはじめ数々のアーティストの方のバックコーラスに参加し、またソロのシンガーソングライターとしてもアルバムを出すなど、まあ、現在も活躍中です。僕あとすごくこれも本当に知りたいと思うんですけど、これ聞いたらでもこれでインタビュー終わっちゃうような気もするけどあの要するにアフリカ系アメリカ人の音楽って、例えばブルースにしても、はい、ソウルミュージックにしても彼らの独特の経験歴史、うんうんうん、そこから来るブワーッと来る深みがあるじゃないですか、はい、なんで高橋さんにそれがあるのかっていうのがすごい不思議で、乗鞍ですよね、長野県ってそう、あのな、なんで田舎ののんびりしながら育った、そのソウルとかブルースみたいなああいう感じがなんであるんだろう。そうですね、やっぱでもそういうなんかこうソウルフルとか、もう例えばゴスペルとか、うんうん、なんかこう魂がガッて伝わってくる人がすごい好きなんですよね、うん、でもやっぱり環境が違えば経験する内容も違くて、ね、でもその中でも自分がああやってソウルフルに歌えるようになるためにはどうすればいいのかって考えた時に、自分で何かを導いていくために自分でいろんなことをチャレンジするとか、うん、例えば自分でアルバムを作っていくとか、私ずっとこう一応フリーランスという形で音楽やってるので、まあ、音楽人生の中でやっぱり楽しい経験だけじゃないんですよね、本当にいろんなこう例えば人からの裏切りとか、うん、まあ、そのうまくいかなかったこととか、向こうの人たちのいろんな壮絶な人生に比べたら全然差はあるかもしれないけど、その中で自分が苦しい思いもしながら、その中でどうやって光を見つけていけばいいのかっていうのをこうずっと人生の中で繰り返ししてる感じがして、それがなんかこう歌にした時に自分の歌に気持ちを乗せていけるっていう感覚はあるのかなとは思ったり、すごいですね、やっぱその経験を乗り越えてきた自信っていうのもやっぱり形としてこう歌に魂が乗る、自信は全然ないですけどね、私ずっとアメリカに挑戦すること、その向こうの人たちにはずっとかなわないって思って生きてきたんですよね。でもその壁をこう取り払ってくれるきっかけがまあ実はあって、まあ、このアマチュアナイトを受ける前に、実は私その燃え尽き症候群じゃないけど、なんか一回自分の中で休憩したいなってなる時間があって、その時にただ単純に憧れているアメリカに8年ぶりぐらいにアメリカ旅行に行こうと思ったんですよ。でそれがアマチュアナイトを受ける前の年の2018年だったんですけど、でその最終目的地、旅の最終地点がまあニューヨークだったんですけど、ブロードウェイあたりの地下鉄のところで、あのストリートライブやってる女の子がいたんです、うん、まあ、一緒にいた友達はまあそれこそアフリカ系の友達で、安住ちょっとせっかくだから歌わせてもらおうって言うんですよ。でオッケーじゃあやりましょうみたいな、この、まあ、映像が、ね、あるのでちょっと見させていただきます。それ動画あるの？そうなんです、動画があるんです。
女の子びっくりしたろうね。普通に旅行者がただ歌って、えー、この人誰の今この携帯撮ってくれてる子がそのストリートライブやってる。あ、そうなんですね。オーマイガーとか言ってるの彼女なんですけど。すごい。気づいたらチップを目の前に出してくれて。本当だよ。もうクレジットカードごと入れる人とかいない。ねえ、これ不意打ちでいきなりやって、この実力ってすごいし、なの地下鉄で聞けるものじゃない。いやてか、って感じだよね。どういうことって思うのと、あと、あの高橋さんって身長何センチですか？私147センチしかない。147センチ、驚きですよね。これだけ小柄なのに、これだけパワフルっていうのもおそらくアメリカ人にとってはびっくりですよ。どこからそれが出てくるんだろうね。ちょっともうありえないだろう。ありえない。どういうこと。しかもだって原曲がだってビヨンセさんなわけじゃないですか。ビヨンセさん自身がだって言葉あれですけど、えぐいシンガーの方じゃないですか。えぐいよね。でもえぐいってのはぴったりのこと。全然引きを取らないというか、むしろ超えてくるぐらいな。なんか、あ、今言いました。とんでもない。はい、皆さん、恐れ多いですもん。皆さん来ましたか。ビヨンセ超えです。やめてください。それはだってこれすごいよ。ビヨンセラスボスだからな。そのそう、ラスボスですよね。ラスボス超えしたという。いや、感動するね。感動しますね。これがきっかけだったんですね。そう、この経験が。そう、これでなんかこう、今までで本当にいろんな挑戦してきたけど、ずっとアメリカにはかなわないと思ってた挑戦で、ああいう反応をもらえた時に、なんかこう本当に枠をこう本当にこう壊してくれたんですよね。なんかさ、勇者がさ、自分の真の力に目覚めた瞬間みたいな感じだよね。いや、そうですね。いやだから高橋さん、なんか本当漫画のキャラクターみたいで、ね、スペックがなんか振り切れてて、いや私なんかってちょっと歌ってみて、うん、そうね、うわーみたいな。大体そんな感じです。どういうこと？いや、あの一つだけあのちょっと言わせていただきたいんですけど、途中で歌う V 挟むのやめません？流れが全部飛ぶんですよね。本当に。このアマチュアナイトの挑戦中にいただいたお話で、しっかりオーディション受けさせてもらって、このキャッツにつながっていったのも、そのキャッツに出演されてる方で、まあ、メモリーを歌う猫がいるんですけど、メモリーを歌ってる方がジェニファー・ハドソンっていうシンガーなんですよね。で、私彼女はそれこそドリームガールズで見てて、その子19歳とかだったんですけど、もう彼女にしびれて、もう崇拝してきた人だったんですよ。そしたらそのアマチュアナイト中に、実はこういうオーディションがあります、受けていただけませんかっていうお話があって、で、あなたのやってもらう役はこれです。でグリザベラっていう猫なんですけど、え、ジェニファー・ハドソンのやつみたいになって、びっくりなって、受けます受けますって言って、まあ声を録音するんですけど、それをアメリカで実際に監督に聞いてもらって選ばれたんですよね。
dance tonight will be a memory too, and a new day will begin.日本でちょっと休んでくださってるってだけですね、これ。いや、だからもう本当に荒野にこれから出ていろんなこ冒険するミュージアムだけど、うん、ちょっと、ね、まあ、村人たちと一緒にこうやってなんか、ね、もう移住していいです、うん、我々としてはもうしょうがない、送り出します、行ってください、こちらとしてはもう大変誇らしく、ね、見てください、そう、我々の番組出たんですよ、出たんですよって、いや、分かんないですね、いや、そこに関わるかもしれないけど、うん、このマインドの強さとかあったら、うん、何しろこの番組のね、はい、あの制作統括してるというか、もうある時期からいやもうすごい子見つけたよって言ってだから川崎さんの心を動かしたわけですよ。あ、嬉しいですね。やっぱだから声、なんかそういうことだよね、きっと。そうですよね、本当に。そうやってどんどん輪ができていくんだと思う。うん、で、だから今日こうやってお目にかかって我々二人もちょっと呆然としてるもんね。いやもう本当に、これどういうことって、なんかね、それぐらいすごいもんね。はい、ありがとうございます。だからやっぱりそうやって引っ掛けられちゃった感じですもん、なんか。そう、だからそれで、ね、みたいな。少しずつそうやって人の心が動いていくんじゃないかな。いや本当にそうだと思います。あったら嬉しいですね。いや、だってすごいな、そういう意味においては。本当に力がありますよね。見えないけど、なんかやっぱり。動かされてます、とっても日々本日はありがとうございました。ありがとうございました。次回のクリエイターとその愉快な仲間たちは、高橋あずみさんの愉快な仲間、シンガーソングライター植松陽介さんも加わっていただいてお届けします。お楽しみに。この番組は清水建設エイブルの提供でお送りいたしました。